偽ニュースサイトは、偽のニュースを配信する、ウェブサイトである。偽ニュースサイトは、偽ニュースを配信するサイトであり、政治や社会、健康等の普通のニュースが配信するようなニュースを、真実であるかのように配信する。また、偽ニュースは自らを、偽ニュースサイトとは明示せず、騙す。またはセンセーショナルなインチキで、広告収入を得ることが目的とされるもので、虚構新聞のように、 偽と明示したニュースを配信しているジョークサイトとは異なる。またデマを検証せずに拡散するサイト、偽のニュースの配信がかなり多いサイトも偽ニュースサイトと言える。2016年、アメリカ合衆国では、偽ニュースサイトのブライトバートニュースネットワークの記事を信じた男が武装してピザ屋を襲撃する事件が起きた。また、アメリカ大統領選挙に影響を与えたとぶ次を、 かもした SNS サイトの Facebook は偽ニュースを排除する方針を示した。アメリカ大統領選挙に絡んで、マケドニアでは広告収入を目当てに偽ニュースサイトが数多く建てられ、中には700万円も稼いだ者も,もいたとされる。また、ある偽ニュースサイトが報じたイスラエルの全国防省がもしパキスタンが過激派組織、イスラム国対策で、 シリアに派兵した場合、核攻撃でパキスタンを破壊すると語ったという巨砲を、パキスタンの国防大臣が信じ込み、核で報復するとツイートして、騒ぎになった。AB、トランプ支持者向けのニセニュースで700万円稼いだ。マケドニアの若者が証言ピザ屋が襲われる、米国、ニセニュースの深刻度 AB ニセニュース新自覚、攻撃しさツイートパキスタン国防省。 ありがとうございます。